元スマップの中居正広50と香取慎吾46が30日放送のフジテレビ系松本中居日曜後90で約6年ぶりに共演することが23日分かった。中居がお笑いコンビダウンタウンの松本人志59と MC を務める新番組の初回ゲストとして香取が登場。二人の共演は2017年4月のテレビ朝日系、スマステーション以来で、どんなやりとりを繰り広げるのか注目が集まりそうだ。10代の頃から苦楽を共にし、てきた香取と中居が注目の新番組で共演する。30日にスタートするフジ系、松本中居の初回ゲストに香取が決定。香取と中居のメディア共演は、香取が司会を務めていた2017年4月22日放送のテレビ朝日系、スマステーション以来約6年ぶり。同年9月に香取が稲垣吾郎、49、草薙剛、48、と共にジャニーズ事務所を退所して以降は初めてだ。同番組は松本と中居が、合わせて見たい二人。をマッチングさせ、トークと華麗なパフォーマンスを届ける新感覚のトーク&パフォーマンス番組。記念すべき初回に中居と香取の対談が実現した。関係者によると、この日、和やかな雰囲気で収録が行われた。久しぶりのツーショットは話題になること必至で、何を話すのか、松本がどう切り込むのかなど、貴重な内容となりそうだ。香取は歌唱パフォーマンスも披露。力強くきらびやかなステージも見逃せない。